次に行いたいのは、側面に対してのディテールの追加です。ご覧のように、こちらの側面にはあまりディテールがないので、こちらにディテールの追加を行っていきたいと思います。鉄骨をこのように回転し、配置を行ってみましょう。この状態で一度スポットライトを有効にしましょう。前回と同様に、また三角形を加工して作業を行いたいので、一度複製を行いましょう。次にアルファの移動を行い、作業が行いやすいように位置取りを行いましょう。 次に、この α を左へ90度回転しましょう。中央に十字線がある状態で、H エクステンドを内側に対して行ってみましょう。このような形状になったら、V エクステンドを行って縦方向にも伸ばしてみます。すると、このように、ベベルのかかったような形状となりました。次に、実際に鉄骨に合った形状にしたいので、サイズの調整と位置の調整を行います。大体の位置取りができたら、今回も減算メッシュとして作成を行いたいので、 Alt キーを押しながら、スナップショットボタンを押しましょう。すると、このように実際に原産メッシュがサブツールとして作成されました。この状態で Shift-Z を押し、スナップショットのモードを解除しましょう。このようにカメラの回転を行い、モデルの確認を行ってみると、このように切り込みを追加したことによって、リディエールがアップしていると思います。では、実際にライブブーリアンの表示をオンにした状態で、スケールの調整を行って、こちらのスナップショット 3D にて作成を行ったモデルの調整を行いましょう。 こちらの赤の四角を選択し、X 軸方向にスケールをかけてみましょう。ついでに位置の調整も行ってみます。すると、このような結果になったと思います。これにお好みに合わせて微調整を行ってみてください。また、この形状を反対側にも作成を行いたいので、一度ライブブーリアンをオフにし、こちらの先ほど作成を行ったスナップショット 3D のサブツールを選択しましょう。回転を選択し、180度回転を行います。この状態で、 反対側に位置するように位置の調整を行います。反対側のディテールと似たような形状になるように位置の調整を行い、切り込みを調整します。これによって両サイドにほぼ同等のディテールが適用された状態となりました。一度離れた状態でモデルの確認を行ってみましょう。今この状態で見てみると、この鉄骨の上の柱の部分が少々薄いと思います。ライブブブリアンシステムのいいところは、こちらの厚みを動的に調整することができるので、 こちらのサブツールから好きなサブツールを選択し、後からスケールや位置の調整などを行うことができます。モデルの破壊を行わないので、非破壊で作業を行うことができます。例えば、現在のように最初の長方形のスケールを変えたい場合には、最初の長方形を選択し、こちらのスケールをいじくることによって、このように厚みの調整を行うことができます。せっかく現在の長方形を選択したので、参考例にあったこちらの細かい切り込みを追加してみたいと思います。 最終的にこちらの切り込みにはチェーンをつなぐ要素を入れてみたいと思います。ズームの調整を行いカメラの位置を調整します。その状態でスポットライトを有効にしましょう。今、このスポットライトの状態を見てみるとアルファが様々な位置にあるため一度整理を行いたいと思います。ホイール内に様々なタイルの選択方法があります。選択タイル、ユニファイルタイル、プロポーショナルタイルの3つがあります。どれか1つをクリックし整列を行ってみましょう。 この参考例ではユニファイルタイルを選択しています。このように様々なタイル方法をクリックしてみるとこのように違いがわかると思います。では整理も行いましたので次の処理を行いたいと思います。こちらの柱に対して切り込みを加えるのですが円の α を利用して切り込みを作りたいと思います。こちらの α を移動し水平方向に引き伸ばした円を作りたいと思います。そこで H e x t e n d をクリックしドラッグを行ってみましょう。 次にアルファのスケールを調整し柱に合うようにしましょう。このように繰り返しスケールの調整を行うこともできます。位置調整が終わりましたらこちらも同様に原産メッシュとして作成を行いたいのでスナップショット 3D にカーソルを合わせ Alt キーを押しながらクリックを行いましょう。サブツール欄に新規で原産メッシュが追加されたと思います。Shift Z キーを押し一度スポットライトを解除し モデルの状態を確認しましょう。このサブツールが少し大きい場合には、このスケールを調整します。スケールを調整した際にもし切り込みが解除されてしまったら、こちらの厚みを調整しましょう。また、こちらの鉄骨に沿って複製を行いたいので、コントロールキーを押しながら赤い矢印をドラッグしましょう。今回は特定の位置に欲しいので、コントロールキーと左クリックを同時に離します。 また、再度コントロールキーを押しながら、左ドラッグを行って、複製を行っていきましょう。これで、全体に配置を行うことができました。微調整などを行う必要がある場合には、この段階で行い、一度ドローモードに戻ります。複製を行うと、マスクが適用された状態になるので、必要に応じて解除などを行ってください。次に、これらの切り込みに対して、ピンみたいな円柱を刺したいと思います。位置調整を行い、スポットライトを有効にします。次に、円の α を選択し、 一度複製を行います。複製を行ったアルファをこちらの柱の位置に移動させ、スケールの調整などを行います。定位置につきましたら、次に加算でメッシュの作成を行いたいので、こちらのスナップショット 3D にカーソルを合わせ、左クリックを行ってください。今回は何もクリックを行う必要はありません。これにより、加算状態にてサブツールの作成が行われました。一度スポットライトを解除し、一度モデルを見てみましょう。 すると、この追加を行った円柱が正常に表示されていないことにお気づきだと思います。これは、ライブブーリアンの加算減算の処理が上から順に行われているためです。一度こちらの円柱をサブツールの一番下に移動させましょう。こちらの項目をシフトキーを押しながら押すことによって、一番下にサブツールを移動させてくれます。この状態でキャンバスをクリックすると、表示がアップデートされます。このように、加算メッシュを一番下に送ったことによって、 上の階層にある原産メッシュの影響を受けなくなりました。これで円柱の幅をスケールにて調整を行います。実際にこの鉄骨に対して、こう、はまってるような形の円柱にしたいので、このように微調整を行っていきます。同様に、この同じ形状を反対側にも欲しいので、コントロールキーを押しながら複製を行い、反対側に移動を行います。だいたい目分量で似たような位置になるように調整を行います。 この状態で一度ドローモードに戻り、このようにモデルを眺めてみましょう。このようにモデルに対してピンが2本通ったような形状となりました。このように単純な形状からスナップショット 3D とライブブーリアンを利用して複雑な形状に作り上げることができました。このように側面にディテールの追加や、後から大まかな形状の調整などを行うことができるようになっています。次にこのピンと鎖をつなげることができる接合部を作りたいと思います。 一度モデルにズームインを行い、スポットライトを有効にします。次にこちらの接続部として、鍵穴形状に作成を行いたいと思います。こちらの十字のカーソルをちょっと上に移動させ、このような位置になったら、v x テン度にカーソルを合わせ、左ドラッグを行うことによって縦方向に伸ばすことができます。すると、このような状態で縦方向に伸びます。 このように単純な円の α から鍵穴形状を作ることができました。だいたいこの形状で満足することができたので、この α を移動し、スケールの調整などを行います。これで仮配置を行ってサイズが合っていることを確認できました。一度スケールを戻し、こちらの位置に鎖とつながるように穴を開けたいので、こちらの α が輸入を行った際に土台となるように下に配置を行います。次に円の α を選択し、 このように配置を行います。もし、こちらの円の α が背後に移ってしまっている場合には、正面ボタンをクリックすることによって前後関係を調整することができます。これで α が上に表示されたので、調整を行いやすくなりました。スケールなどの調整を行ってください。大体の位置合わせが行えたら、α のくり抜きを行いたいので、ユニオンを行う際に、オルトキーを押しながら、左クリックを行います。 この状態ですと分かりづらいので一度アルファを移動させます。するとこのような形状ができました。なので一連の流れとして円のアルファの加工を行いエクステンドを行った状態でさらに円のアルファを選択しこれでくり抜きを行うことによってこのように複雑な形状を作ることができました。では実際にこちらのアルファを移動させ加算にて 3D メッシュを作りたいのでスナップショット 3D を左クリックしましょう。 これでサブツールパレット内に新規でサブツールが作成されたので Shift-Z を押し一度カメラを回転させ現在のモデルの状態を確認しましょう現在アクティブなサブツールの厚みを参照しますのでこのように厚みが太くなっていますスケールを行い再度調整を行ってみましょう厚みの調整が行えたら位置の調整も行いましょうこれでチェーンをつなぐ留め具みたいなものができました この同様のサブツールを反対側にも配置を行いたいので、サブツールから複製を行い、反対側に移動を行います。2つのトムグが片側にあると傾いてしまいますので、双方のサイドにつくように調整を行います。また、円柱の中央に刺さるように位置を調整します。これで次に行う作業は、実際にチェーンを作成するプロセスとなります。詳しい手順は次の動画にて解説を行います。